はい、こんにちは、ポコタです。今回は13階段というゲームをやっていきたいと思います。まあ、ついね、最近階段っていうやつをやったばかりなのに、また階段かよと思われるかもしれないんですけどね、そこはご容赦ください。内容としては、2週間で死ぬと言われるマンションに、住み始めた主人公の身にいろいろなことが起きるということらしいんですけれども、まあ早速始めていきましょう。ねえ、知ってる？駅前のあのマンション、また人が死んだらしいよ。やっぱり本当なのかな？2週間後に必ず死ぬって噂。お、操作方法ですね。ああ、なるほど。スペースキー、ああ、ジャンプも必要になってくるんですかね。しゃがむも。今日はもう寝よう。ということで、はて、まあ寝ようと言われても。今日はもう寝よう。何もできないんだ。結構広いですね。羨ましいな。こういう、動かしたりできるんだ。ここら辺はダメなんだ。なかなか凝った作りですね。すんげえでかいな、この家。もう、椅子もおしゃれだし。ほうほうほう。全く初日は何もできないのかな？ああ、だいぶ古い電話が置いてある。もう今じゃ見かけないですよね。観葉植物。ああ、テレビも置いてあるし。これ全部、あれかな。前の人が置いてったのかな。ここは？どこで寝ればいいんだろう。広すぎてわかんないぞ。2018年、3年前ですね。今が21年なんで。フライパン。フライパンもこういう置き方されるとなんか、お、開いた開いた。おしゃれだな。こっちにもフライパン。すごいな、IH で。結構いろいろ見れるんですね。引き出しは全部開けれるっぽいな。寝ろって言われてるけど。そう、自分の寝室を探し中。あった、ここが寝室か。おお、パソコンありますね。おお、これの明るさを変えれるんですね。やっぱちょっと明るい方がいいよね。これで。お、ロフトもある。勝手に登ってくれるんだ。そして自動で見回してくれるっていうね。荷物置き場にしてんだね。見回り OK。なんか向こうの奥の方になんかいそうな気もするけど。まあ初日はさすがにね、なんもないでしょ。寝室にもテレビがある。素晴らしいね。二日目。待て、電気をつけたまま寝てたってことかな。まあ怖いからね。何があるかわかんないもんね。なんもないな。なんかこうやってね、タンスとか開けて、家探ししてるとドラクエっぽいよね。とりあえず何でも開けてみるみたいな。なんもないね。すっからかんだ。この子の持ち物はないのかな？パソコンぐらいってこと？何もない。
何もない。何かを探す。テレビがついてる。これはポルターガイスト的な。イタチごっこになるのかな。もうほっとこう。ここは何だろう。おお、トイレだ。トイレはね、こういうゲームでは定番だよね。必ず何か起きるんだと思うけど。まあ何も起きないかな。何をすればいいんだろう。とりあえず片っ端からやれることをやるしかないかな。まだ何もないの。お皿とかないんだね。もうお札発見。お札を探せばいいのかな。冷蔵庫は反応しないね。中に何が入ってるか見たいんだけど。ここもね、スライド式で。すごいね、収納力抜群だね、この部屋。上も？おお。しかし何もないな。お皿ぐらいはね、あってもいいと思う。お皿とコップぐらい。他には？開かない。自分の家なのに開かない場所がある。ここは行けるんだ。座布団和室だ。いいね。こういう部屋もあって。壺割りたくなるんだけど。なんだこれ。なんでスリッパか。こんなとこにスリッパだけっていうのも怖いね。本当にスリッパだけど。床の間だね。掛け軸は何？絵とか？何も書いてなさそうな掛け軸が。あれが幽霊画とかだったらちょっと面白いかもしれないけど。さて。多分お風呂だよね、これ。奥に。お風呂に行けないっていう。どうすればいいんだ。それお風呂入りたいんだけど。じゃ、とりあえずは他に何もなさそうなのかな。テレビが テレビがしつこい。なんかさっきにはなかった音がするね。パシッって言ったもんね。ちょっと待ってみようか。でもお札を持ってる状態だからってことなのかな。なんか、お払いできました的な。やっぱ何も反応しないね。解決したってことなのかな。あいつポルターガイスト現象をお札で解決みたいな。まあ、なんでお札が置いてあるのかもよくわかんないけど。外には出れないね。他にすることないんだったら、寝ようかな。寝ます。もう2段上がってきたってことか。3日目。電話鳴ってる。あの電話は果たしてポルトガイスト的なものなのか、それとも普通に知り合いからかかってきてるとか。お札。一回調べたところもやっぱ調べ直さないと分かんないってことか。
電話どこだったっけ。ああ、ここ出たところか。まあ、すぐには出ないね。お、今日から念願の一人暮らしだ。管理人さんの話ではこの部屋で死者が出たことはないし、夜逃げ同然に姿をくらました人がいて、その話におひれがついて変な噂が流れて困っていたらしい。家賃も安いし、家具家電付きの最高の一人暮らしが始められそうだ。へえ、これ誰の、前に住んでいた人のってことか。家具家電付きです。もし前の人のってことはあれか、自分の前からもうこの家具があると。今やっぱ普段持ってるとあれだね、ポルターガイストを解決できるんだね。パシッと音がしたもんな。とりあえずもう一度見てみる？いやー、ないとは思うけど。まあ一応ね、なんか別のアイテムがあるかもしれないもんね。無事4日目を迎えました。さて、お札を探しますかね。相変わらずというか、どうしても安上げというか、タンスを見ると開けざるを得ない。今回は何もなかったな。しゃあない。なんか音がするね。すんげえ音がする。あ、開いた開いた。今まで入れなかったのに。あー、だいぶ音が激しいな。何の音？キーボードか。あー、なんか何が打たれてんだろう。どう？ですか。です。DATH か。あの画面に出てくるともっと怖いね。これはお札を探してこのキーボードを打つの止めなきゃってことか。あれ、聞こえなくなった。距離的なものないな。こっちもないな。なかなかお札が見つからないんだけど。あったあった。あれ、さっき立って見たときは全然見えなかったけど、しゃがむのも有効なんだな。じゃあこれでバチンとやる前にちょっと見るけど、やっぱなんもないな。微妙な位置調整がね、難しいんだよね。キーボード壊れるから、そんなに打ったら。止まった。よし。他はないのかな。もう何日風呂入らせないんだよ。他はなさそうだし、今夜はこれで、まあ夜かわかんないけど、多分夜なんだろうな。はい、5日目。さて、今日も家探しするか。
自分の家なんだけどね。さて、どっから見ればいいだろう。とりあえずは、まあ、必ずトイレは見るんだけどね。今のところまだトイレは何も会議が起きていない。個人的にはきっとすごいのが来ると思うんだけどね、この場所で。さてさて、今度はどこ。こっちだな。手に入れたぞ。なんか赤くなってんな、真空が。えい、言おうとするね。なんかこう人の頭をパチンって叩いてるような感じだよね。違うか。さて、他になんか変なことが起こってる場所はないのかな。まあ特になければだけど。お、日記。ここに住んで今日で3日目になる。最近妙なことに気がついた。この階だけ他の階よりも階段の段数が多く13階段になっている。そのせいかはわからないけど、明らかに他の階の住人たちから避けられているみたい。いや別に階段の数が13だからって避けられるかね。なんかもともとずっと以前からいわくつきだったのかな。はい、寝ます。だいぶ上がってきたよ。6日目。あれ？なんか暗い。暗い&変な音がする。おいおいおい、ギーとか言ったし。何？まさかとうとう寝室を、まさかの、ここに首を入れなさいよと。まあ、低いけどね。これじゃあこう、死にきれないね。膝がついちゃうよね。何もない。何かがいる気配はしない、今のところ。これはお札を見つけて、このロープをどうにかすればいいのかな。いや、ひどいね。でももうちょっと考えてね、ぶら下げてくんないと。あれじゃあ、首入れたところで、ないかな、どっか。相変わらず暗いな、この部屋は。なかなか、お、着いた。さて、お、なんか変なのが目に入ったけど。なんだあのぬいぐるみ。首がクイッ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 と、右に左に動いてるね。こういうおもちゃだったらいいんだけど、多分違うよね。とりあえずあさるか。わあ、あったあった。これであのクマをペチってやれば消えるかな。よし。カモン、カモン、カモン製の。これは。もうないかな。ある程度は見たと思うんだけど。いつ見てもあのトースターのパンが気になっちゃう。もうカビ生えちゃうよね。うりゃ。よし、これで安心して寝れるかな。7日目はちゃんと電気ついてる。なんか音聞こえるね。なんだろう、扉の外から。うわ、怖いなこれ。で、起きたらそんな音がするってどういうこと。あ、なんか知らんけどお札が手に入った。これで止めれるかな。てか、何が向こう側にいるんだ。
やばいよね、この家。よく住み続けていられるね。うお、俺だったら熊の、前日の熊のところあたりで出ようとするかな。まあ何気になんか包丁かなんか刺さってたけど。死ね。死にません。なんか最初一つだけだったのに、いつの間にか二つね、なんかポルターガイストが始まってるね。だんだん増えていくのかな。うん、他には何かあるかね。ない。ない。今日で7日目だ。引っ越してきてからずっと隣の部屋から深夜に聞こえる不気味な音について管理人に聞いたら、この階には私しか住んでいないと言われた。それから帰宅すると部屋に違和感をたびたび覚えてしまうようになった。リモコンやコップの位置が出かける前と違うような気がするのだけど、気のせいか。気のせいだ。うん。7日目でその程度だったんだ。今はね、さっきみたいにどんどんされたり、だいぶひどくなってんだけど。まあいいや、今のところお札のおかげで何事もなく。そしてお風呂も何事もないよかのように入れない。この人どうしてんだろうね。どっか銭湯にでも行ってんのかな。とりあえず何もないようなんで寝ますかね。8日目も無事に目覚めることができて何より。ここら辺からまた難しくなっていくんだろうね。楽しみです。